こんにちは、たつくりです。今回は折り紙で雪うさぎを作っていきます。折り紙1枚でできて、目は丸シールを貼っています。もちろんペンで書いてもいいです。小さく作って上に乗せて親子にしても可愛いです。下から広げると立たせることもできます。下を少し折っても可愛いです。とても可愛いので、ぜひ作ってみてください。他にもたくさんの可愛い作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。左を右に合わせて折ります。下を左に合わせて折り筋をつけます。下を右に合わせて折り筋をつけます。折れたら広げます。左右の端を中心に合わせて折ります。真ん中から開いて、下を左右の端に合わせて折ります。折れたら戻します。下の真ん中の角を折り筋に合わせて折ります。折れたら戻します。下の折り筋を上の折り筋に合わせて折ります。この3点を合わせて折ります。右だけ開きます。裏返します。下を上に合わせて折ります。上を1枚だけ下に合わせて折ります。右下の中の1枚を
右に引っ張り出しております。一度開いて斜めの折り筋で折って、上から閉じてそのまま折ります。裏返します。右を折り筋で折ります。下から開いて右へ引っ張って折ります。斜めの縁で折って折り筋をつけます。一度右を開いて折り筋で折ります。角を下に合わせて折ります。残った角を上に合わせて閉じます。左のくぼみから下の中心より少し左まで折ります。折れたら戻して折り筋に沿って中割り折りします。左側を開いて谷折りを山折りにします。そのまま閉じます。左の角から下の縁まで折ります。左下の端を縁に合わせて折ります。折れたら戻します。上の折り筋で折ります。左を縁に合わせて折り筋をつけます。今つけた折り筋で後ろへ折ります。裏返して向きを変えます。下を上に合わせて折ります。
左端を折り筋に合わせております。裏返します。角から折り筋まで折って戻します。裏側の右のこの辺りを押さえて、隙間に指を入れて、この折り筋で後ろへ折ります。そのまま折り筋の通りに折って閉じます。左上の角を2枚とも3分の1くらい折ります。後ろの1枚を手前に出して、出した1枚を戻して、折り筋に沿って後ろへ折ります。左下の2枚を角から折ります。後ろの1枚だけ手前に出します。裏返します。左上の1枚を開いて角まで折ります。その下の1枚も開いて角まで折ります。お好みで角をほんの少し折ります。折った方が丸くなるんですが、小さい折り紙で作ると細かいので難しいと思います。ペンで目を描きます。丸シールを貼ってもいいです。下から中を開くと立ちます。右下の角を少し折っても可愛いと思います。小さく作って上に挟むと親子みたいで可愛いです。これで雪うさぎの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。